なんかなかなか高校生でその食事まで意識してできる人って結構少ないと思うんですよ。いろんな私も今、競技の人たちに栄養セミナーしたりとかっていうので回るんですけど、やっぱ高校生でそこまで意識高い人って少なくって、もちろん社会人になって の, そのプロとかそういうトップアスリートとかの人だとやっぱりすごい食事まで気が、ね、大事だってことすごくよく分かってるから取り組む人多いんですけど、高校生でなんかそんな意識してるって人なんかあんまり聞いたことないので素晴らしいと思います。なんか嬉しい気持ちです、ね、やっぱ体感しないと結構分からないですもんね。そうですね、で今ってその、まあ、実家で、お母さんが作ってくださってて、お母さんもすごい勉強、ね、してくださってて意識してくださってるってことだったんですけど、今3年生ですよね、はい、高校3年生で、はい、来年の進路は大学です。大学に、はい、で大学生にもしなったら、まあ、一人暮らしなり寮とか一人暮らしですか。そうそうそう、一人暮らし。なるほど。ってなったらね、今まで作っててもらったの今度自分で用意しなきゃいけなくなるじゃないですか。だけどそうやって自分で意識もあって、知識もあってでってなったら取り組めますかねっていう。意識も知識どうだろう。あんまり料理しないですけど。料理はしないですか。まあ、できまあ、ちょっとはできるんで、親から聞いて。そうですよね、はい、ちょっと今のうちにねやろうかなと思って。そうですよね、なかなかね、はい、そうですね、分かってても結構ね用意するってね本当大変だし、 そこできっとお母さんのありがたみがさらに身に染みるんじゃないかと思いますが、楽しみですか大学は。まあもしちょっと大学で何か行った時にやってみたいこととかあります？ちょっとこれしてみたいなとか。いや特にバドミントンだけ。あ、バドミントンだけ集中しようかなと思って。すごい模範解答のような本当ですか素晴らしいですね、まあ、今ねその体作りも取り組まれているってことだったんですけど、あれですか、やっぱトレーニングも多くメニューとかに入れたりしてやってるんですか今は。そうですね、まあ、最初はまあランニングとか、はいはい、まあ、トレーニング系をしてからまあ跳ね落ちがあるので、うんうん、まあ、それでまあ自分で足りなかったらウェイトやったり、ウェイトトレーニングするんです、ね、はい、やってますね。なるほど。今ってその練習の前とか練習の後とかもなんか補食取ったりとかってしてますか？練習前は取ってないですけど、練習後はすぐ家近いんで、はい、ご飯食べて。ああ、なるほど、はい、なんかその体で、まあ、バドミントン選手に必要な筋力とか体型とかあると思うんですけど、なんか目指してるこういう体型になりたいなみたいな、そういう人っています？いや、いないですね。いない、はい、いいですね。理想の体型の人がいないということは、じゃあ自分がなれる、ね、そこに行ったらそこが一番いいっていうことになりますもんね。でも自分の中で理想のこうなりたいなっていう体っていうかはあるイメージできてるんですか？そうですね、まあ、引き締まった体とか、はい、怪我をしたくないので。そうですよね、そういう体にしていきたいと思ってます、ね、なるほど、はい、じゃあバドミントン以外の競技でもいいんですけど、スポーツ選手で憧れてる選手とか、この選手すごいなって思う選手とか。いや、他見ないんで。あ、見ないんですか、全然、まあ、特にないです。へぇー、はい、バドミントンだと。バドミントンだと、うん、それもあんまりないです。あ、そうですか、へぇー、はい、あ、そうなんだ。だってね、じゃあ大会とかなんか行ってそういうね、海外の強い選手とかいてもそんなにテンションも上がらず。強い人はテンション上がりますけど、うん、あ、この人強いなみたいな。それだけで、はい、あ、そうですか。多分部分なんですね。あ、ここはこの選手がいいとか、ここはこの選手がいいとか、いいとこ取りな感じなんですね、うん、もう全部自分の理想通りっていう人が、うん、まあ、100% 誰もいないと思うんですけどもね、部分部分から。で、そのね、まあ、ご飯もすごく気をつけたりしてるってことなんですけど、なんか今ってその、勝ち飯とかってあります？ないっす。ない、はい、何もそういうのは。はい、特に人に好きなの食べて。なるほど、はい、ルーティーンとかなんかそういうとか、縁起担ぎとかっていうのってありますか？縁起担ぎもないっすね。あ、何もないんですね。はい、ルーティーンっていうか、なんか1日の試合に行くまでの流れっていうルーティーンはありますけど、うん、まあ、食べるっていうことはあんまりないです。それ以外のことは、食べる以外のことでもなんかこれは絶対するとかそういうのないんですか？
試合前。普通に同じ音楽聞くとか。あ、音楽は聞いたりはするんですね。はい、適当に流してみて。ルーティーンありますよ。あるけど、多分本人はそれをルーティーンだと思ってない。それもやっぱり小さい頃からの流れで、試合前に必ずやる行動もあるし、動きもあるし、ルーティーンはありますけど、本人の中では多分ルーティーンじゃない。なるほど、なるほど。それで意識してないってことなんですね。うん、後ろに行って、うん、あれこれ今日やってないなっていう時はやっぱり言いますけど。大学に行ったらこれで、指導はもう直接の指導って、もう高校生まで行って形になるんですか？分からないです。あ、どうなんだろう。そうですね。その離れちゃったりしたらなんかちょっと寂しいのもありますよね。いや、今年は、まあ、一緒にいる時間多いんですけど、うん、去年一昨年ってほとんど一緒にいなかったので。そうなんですか。ナショナルの拘束が200何十日あって。そんなにあるんですか。でほとんど指導も携われなかった中で、やっぱり故障が多かったので、まあ、今年は一緒にいるとかそういうんじゃなくて本人の意識も変わって、うん、故障も少ないですし、うん、まあ、ランキングも上がっているので、だから本人が、まあ、どの場所がやりやすいのかとか、どこで上向くのかっていうのをこ うまくサポートできればなと思ってるんですけど。そんなに拘束時間長いですね、ナショナル。で帰ってきたら難しかったですよね。高校の試合もあるし、向こうは向こうの日程しかわからないので、はい、回復しないまままた出さなきゃいけなくて、で結局そのいる間がダメだみたいな感じにもしたくないので、まあ本当2年間は本人も苦しかったんでしょうけど、まあ、それがあったからその今食事とかトレーニングですね、うん、結局自分でやらなきゃいけないので。では来年、ね、からまた、あれもこれでもう高校生の大会は全部終わったんですかね、日本の国内のやつだと。一応所属で出るのは全日本総合、はい、あ、そっか、総合がまだ残ってるんだ、はい、そっか、はい、一番のメインが残ってますね、はい、そうです ね、はい、頑張りたいです。もうドローとかって出てます？まだ、まあ、出てないですけど、うん、まあ、ランキングでも決まっていくので大体は見てますけど、はい、なるほど。じゃあ今そこに向けて、そうですね、今は、はい、頑張ります。はい、目標は、目標1回戦突破、はい、すごい堅実な目標ですね、はい、なるほど、素晴らしい。はい、わかりました。どうもありがとうございます。いろいろありがとうございました。